第4試合プロレスリングマッチ30分一本勝負、青コーナーテイクイットイージー所属、元ボクシング日本ミドル級チャンピオン、元シュートボクシングスーパーウェルター級チャンピオン、オールラウンドストライカー、183センチ90キロ、鈴木サトル。赤コーナー第2代第6代1世界ライト級王者、元ドリームライト級王者、バカサバイバー、180センチ70キロ、青木真也。レフリー和田良学。第4試合プロレスリングマッチ30分一本勝負、赤コーナー青木真也選手対青コーナー鈴木サトル選手。異色対決ですね。そうですね、はい。青木真也が本当に寝技師ならば、はい、本当に鈴木サトルの方はボクシングとシュートボクシングでチャンピオンになってる、ね、打撃の達人ですからね。握手を拒否しましたね。はい、入ってますね。ちょっと気になるのがあれですね、はい、青木真也が今多分体重70キロちょいだと思うんですけども、はいはい、対する鈴木選手の方が体重今90キロあるんですね。そうですね、大きいですね、だいぶ。はい、僕鈴木選手がボクシング時代とか K1 挑戦した時見てますけど、その時70キロでしたからね。あ、その頃と比べ、その頃は青木選手と同じだったと思うんですけども、はい、今プラス20キロってやっぱすごいですね。増量してるんですね、はい、今このずっと手四つをこう誘ってるんですが、そうですね、はい、乗ってこないですね。今打撃で組合で行こうよっていう青木に対してローキックで返していくというのは鈴木ですね。これはお互いのフィールドで戦いたいということですね。はい、全くまだ現時点でまだ噛み合ってないですね。噛み合ってないですね、はい、確かにパンチにはちょっと行きづらいですね、あれをやられると。そうですね。さあ組むのか、お、ようやく組みましたね、はい。さあ引き込まれて、ここから腕を決めて、さあどういった展開になるんでしょうか。あ、バックを取りましたね、はい、はい。青木は器用にカウント狙いに行きましたね。そうですね、はい、ネルソンから。流れるようにフォールしましたね今。はい、さあここからまた同じような展開になってますね。お互いちょっとこだわりが全く違いますね、はい、はい。青木選手はこうお尻の方で受けたりとかして流してるんですが、さすがにちょっと効いてきたんじゃないですか、はい、ちょっと今痛かったみたいですね、はい。さあここから足を取りました。足関節得意中の得意ですからね。さあここからどうするんでしょうか。あれ、お、場外乱闘ですか。ここから場外に引き出しました、はい、まさかの無観客でやりたい放題ですね、はい。これは今観客がいないんで、わあ椅子。青木がこんな場外乱闘するとか初めて見ました。さあさっさとリングに戻りましたね。今誘っていますね。 今の、はい、今までの打撃の仕返しですかね今のは。さあこれで誘っていますが、まあでも今の場外乱闘でちょっと緊張の糸がね、緊張感がこうピリリリッと、ね、そうですね、走りましたね。さあまた同じようにこのグラップリングを誘っていきます、はい。それに対して同じように蹴りを狙いました。ああ、また足カウントられた。さあここから青木自身が場外に逃げます。逃げましたね。ちょっと青木選手の危ないところが出てますね、はい。レフェリーがそーっとこの椅子を外に出そうとしたんですが、レフェリーに対して怒ります。さあ椅子は使わせない、はい。
鈴木のミドルキックは決まり始めましたね。言っても体重が違うんでだいぶ効くでしょうね、これガードの上でも。腕が上がらなくなってきたか。左腕がちょっと上がらないみたいですね。そう、切り返しました。